以前病院での爪切り動画でとても嫌がってたカノンですが、今回はティンク編をお伝えしたいと思います。ティンクは一体どんなリアクションなのか。それではスタートです。せーの、60、はい、あ、それが変わるんですね。はい、おちゃりのままです。ではなくて、でよく運動したりとかで削れるんで、勝手に。今日走ってはります。うん、多分そうなんやと思います。うん、手もね、そんなの見てない。ほんまですか。うん。オッケー。あ、おとなしいな。こっち巻いてません？うん、こっちはちょっと巻いてきてる。多分、指の方向の癖とかだと思います。まあこれ巻いてくるのも仕方がないんで、はい、ただあんまりにも巻いてきて巻き爪になって自分に効かないようにだけまあちょこちょこ切ってもらうっていうところかな。 OK、 いいと思います。おしまいです。頑張った。